さんこんにちは、百鳥思いの柿田智弘です。ずっとこれまでですね、ライブをやってきた中で、乳児の、遊びや絵本の話、幼児の遊びや絵本の話してきました。で、幼児の中で、主に構成遊びとごっこ遊びについて今までかなり何回かに分けてしてきましたが、今回ついにですね、ごっこ遊びや構成遊びでない話をしたいと思います。一応テーマは初めての画材ということで、まあ2歳ぐらいでももしかすると、これもいけるかもしれないです。まあ、幼児でしたら間違いなく今回の話は参考になるかと思いますね。ということで、主に今日取り上げる、画材と言いましたが、画材は、シュトックマーシャ、ドイツシュトックマーシャ、これが、シュトックマーという会社が作っている、蜜ろうクレヨンです。蜜ろうの、顔料、蜜ろうで作った自然のものですね。そこから作った、蜜ろうクレヨンということで、こちらがブロックタイプ、こちらがスティックタイプ、このシュトックマーのクレヨンの場合、この2タイプあるということが特徴なんですが、まあ、初めて出会うということで、まあ、だいたい幼児期、2歳の子なんかも含めて、この時期は、このブロックタイプがおすすめだよと。なぜかっていうのがなかなか一言で言えませんが、まず持ちやすい、持っても折れない、ちゃんとまだ鉛筆持ちができない子でもこう握って描けるということ、それから色を中心に楽しむ、まだこう完全に絵を描ける状態じゃなくても色を楽しめるよっていうことで言うと、まあ、先っちょがこう尖っていない、こういう尖っているものでないということで、より色を楽しめるということで、このブロックタイプが、百鳥森的にはおすすめだよということなんですね。で、そのドイツのシュトックマーシャというのが、ここ私がちょっとメモってきたんですが、見えるかな見えますか ?YouTube の人見えないかもしれないね。光っちゃって。まあ、読み上げてきますので。シュタイナー教育とともに、このシュトックマーシャというのが発展してきました。まあ、大体80年、多分それ以上前から、まあ、シュタイナー教育の中で、一番いい画材っていうのはどんなものかっていうことを考えた上で、シュトックマーシャが生まれて、ずっと歩んできたというようですね。ですから、まあ、シュタイナー教育とちょっと関係がある画材だということで、それもこう先っちょが尖ってないっていうことと、まあ、先っちょが尖ってるのは知的すぎるっていうふうにシュタイナーの人たちは言うんですね。だから色を楽しめるよということで、こちらだよと。で、一応製品としてはですね、この発色の缶入り、まあ、ブロックタイプ、スティックタイプ、それから12色の紙箱入り、これも一応スティックタイプもあります。それから16色の、缶入り、これもブロックタイプ、スティックタイプ両方あります。そして24色、これちょっと子供が使ったものなんですが、だいぶ年季が24色、一応ずっと全色は24色だよと言われてたんです。すごいね、それ。丸くなってます。なんか芸術的でした。それで、最近でもね、32色っていうのが出たので、これには金とか銀なんかも入るんだけど、まあ今全色っていうと32色になっちゃうんですが、まあ24色ぐらいで基本一番多い状態だって僕らも今も、まあ、考えています。はい。
で、この8色16色その間に12色24色32色まあ一般的にどれがおすすめなのかっていうのは、この回答がそれに対しての回答は難しいんだけど、ちょっと試しに買ってみよう試してみようっていう時はやっぱ8色で十分いけると思うんですが、この12色っていうのが実は日本仕様なんですね。ドイツにも実は12色で売ってるものがあるんだけど、中身がちょっと違うそうです。ドイツ人と日本人で違うんだなっていうことなんだけど、それで日本仕様の場合はこの灰色とピンクが入ってるっていうのが特徴です。でこれはね、日本の子供ってね、あのピンクがすごい好みでよく使うみたいです。でまあ赤はね当然よく使うんだけど、赤とかピンクがよく使われてて、そのピンクやそれから灰色もこの中間的な色で、よく使うらしくて、でもピンクは本当によく使ってですね、これバラでも買えるのでピンクだけ買いに来る人もよくいるんですよね。うちの子も確かそうだったと思うんですが、赤とピンクは後からもう一回買ったような気がしますが、でそんなことで12色が迷ったら一応おすすめで、でも大人も、私大人としてもこのクレヨンで描いてみたいっていう人はもっと数が多い方がいいですよね。そういう人は例えば16色買うとピンクとか入ってないんですよ、グレーとか。だからもうやっぱり24色ですね、そういう人は。でまあ一応ですね、16色買った後やっぱ24色にすればよかったっていうと、ここに補色っていうので、ここに入ってない色の24色揃うっていうのも一応缶入りで売られてますので、まあそれを頭に入れて16色買うっていう手はありますが、まあちょっと普通に考えれば12色でいいかななんて思ってます。ということでまずその話なんだけど、今日はこの、このシュトックマンのクレヨンを使ってどんな風なことが、どんな絵の楽しみ方があるか、つまり、まあ、私の考えでは絵を描くって楽しいなっていうことを教えるのがこの幼児期に一番大事なことなんですよ。うちのお客さんでですね、もうじき小学校に入るっていうのに、うちの子絵何にも描かないんですよっていう、どうしたらいいんでしょうっていう質問がね、私何回か受けてるもんで、余計にもう2歳3歳ぐらいから絵を描くって楽しいなっていう、そういう経験をさせたいわけですね。それにはやっぱこのシュトックマンのクレヨンがすごくいいということで、まずですね、どういうふうにいいかっていうと、重ね塗りができます。それじゃあこれちょっと売り物なのでこちらに置いて、ちょっと8色の缶で見本に下ろしているのがあるので実際やってみましょう。さあ YouTube の人がちゃんと映るのかな、だいぶ白くなっちゃってるんだけど、今画像を見るとこれ赤ね。これで虹を描いてみますね。虹といってもまあ丸く描く、ちょっとだけ丸く描く。すごい綺麗。映ってますかね。インスタグラムの方はかなりしっかり。だいぶ YouTube、Facebook の方は白く映っちゃってるかもな。こんなに近づけたらちょっと映ったかな。うん。じゃあたまに近づけます。それでそこにですね、今度は黄色。黄色を横に、横？青にしよう、最初。青。青。こういうふうに。青を塗りました。じゃーん。綺麗ですね。で、目、そのね、やっぱりブロックタイプの面を使うことによってというか。うん、で、今、黄色をやめた理由は、この真ん中に黄色を塗ったらどうなるかっていうね。うん、ちょっとこれだと効果いいのか。こういうふうに真ん中に塗るとど
なるかというと、こんな風にちょっと青と黄色が混じってるところは緑になってるんですよ。そして赤と黄色が混じってるかオレンジになってるんですよね。でこういうのが、画面上だと分かりづらいですけど、そうそう、もう一回やってみようかな。ちょっと裏でやろう。こっちがデコボコしてるので、青と黄色が緑になるのはすごくよく見える。さっきよりもちょっと太く描こうかな。でもそっち側を使うと太く描ける。こんな風にして、で青もこんな風にしてちょっと太く描きました。で黄色をここに太く描いたもん。さっきよりは見えやすいかな。まあ、明らかに、オレンジや緑が見えて、真ん中にちょっと白い部分が黄色だけ残ってると、ね。で、この赤と青が混じってるとこがないので、ここにちょっと赤を、もう一回赤を描きます。そうするとこれがですね、紫になるんだよね。ここがね。それが不思議なんです。まあ不思議というか、色っていうのはそういうものなんですね。っていうように、このなんていうか、シュトックマーのクレヨンは重ね塗りをしてもこう透明感がある色ですよということですね。重ね塗りをしても透明感がある。でこのまずこれが大きいシュトックマン特徴です、はい。で次にですね、スクラッチ画法というのをやってみます。おー、なんかすごいね。スクラッチ画法、ひっかき画法のことですけど、まあ、これのこうやってね、いっぱい色を重ねた後ですね、色を重ねて緑とか、茶色も登場して、こういろいろ塗った後でですね、紫もいくか、紫画面越しで見ていてもかなり発色がいいことが伝わるんじゃないですかね。よかった、それはすごく綺麗。ちょっと暗めにした方が YouTube の人見えるな。そうです、YouTube の画面より。でこれの最後にね、黒を混ぜちゃう、塗っちゃう。綺麗に塗った色の上から。そうそう、黒で塗りつぶす感じです。そう、そうして実はですね、この後スクラッチ画法というのをちょっとお見せしてます。そうそう、この後ですね、あれがないね、引っかくやつ。引っかくやつ。どこ行っちゃったかな。どこかに私置いたんだけど、記憶がなくなっちゃいました。ありがとう。ここからね、こうやって下の、いやこれ。なかなか皆さんにちゃんと見えるようにするのは難しいな。こういうふうに引っかいていくと下の色が出てくるので、なるほど、はい。でこれが楽しいんですよ。まず最初に色を塗って、その上から真っ黒のクレヨンで塗りつぶして、で、それを付属してくる、はい、特殊な引っかき棒というか。これね、一応ね、8色管とか16色管買うとついてます。12色にはついてないんで、まあ別にヘラとかおでんの串とか用紙とかでもできるので、で今こういうふうにちょっと見えるかな。これはインスタグラムの人には見えてるかな。わかりますね。お花を描いてみたんだけど、下から色が出てくるよと。まあもうちょっとちゃんとね、重ね塗りして
黒黒のは色をしっかりしっかり塗っ塗りつて、ぶすともう少しコントラストがはっきりしてるかなそう思いますが、こういう引っかき画法、スクラッチ画法っていうのをね、やれますよと。それから次ですが、溶かし画法っていうのがあって、これがね、ホットプレート、今温めるのを忘れてたので、最初次の方行きましょう。溶かし絵はやめ、飛ばして、こすり出しっていうのがあるんだけど、これはね、ちょっと今、例えば、何でもいいんだけど、この物を置いて、そこに画用紙を上に置いて、上からこうなぞるように、クレヨンで描くと、その下の、形がこううまく出て出くてるくよっていう、そういうものです。なんか下に置くいい材なんか料特ないか徴な。的なちものょっとがあるという準こ備と不足でですすいませんが、か。なんか例えばザラザラしたものザがあラるザラした、ね。その、まあ、なんかないかな。まあ、それも飛ばすか。あ、なんかあった。洗濯ばさみやってみましょうか。洗濯ばさみ、ここに、ちょっとこう、高さがあるからな。これ、あ、できるね。これはこれで。これは、こすり出しと言いますね。明らかに洗濯バサミが 見えてきました。ね、不思議ですよね。これがこすり出しです。で、これで何となくわかりますね。ちょっと気に入ったものとか下に、画用紙の下に置いて描いてみると、それが絵になっちゃうよと。で、次がですね、アイロンプリントいってみましょう。あ、だいぶあったかくなったぞ。いけるかな？もしかすると。ホットプレートだいぶあったかくなってきたので、いけますかね。溶かし絵、本当はね、これ子供がやるときはもっとやけどしないように、ここガード、新聞紙とか布でやけどしないようにしてください。でも今日は一応まあこれでいこうということで、このまま画用紙置いちゃって、で、ここにまたさっきのように字を書いていく。綺麗。そうでしょなんかこうさっきよりスッといってる感う。ね。こうじ。伝わ溶りけます。ながら描ける。だから、本当にね、おお、綺麗。気持ちがいい、描いてて。見えますか？蜜ろうだから蜜に溶けて。蝋が溶けてくる感じがあるんだよね。で、こういうふうな感じで、紫どっか行っちゃった。何色？紫なかったっけ？ここ。あ、ここが。こんなふうに書いて。ね。で、これをですね、窓に貼るとね、ちょっと透けた感じになるんですよ、この画用紙も。だけど、まあ、これでも十分いいんだけど、この画材も一応、ドイツから輸入してる紙ですごくいい紙なんですが、まあ、トレーシングペーパーなんかでね、やったら、もっと窓飾りになりますね。透け感のあるそう。トレーシングペーパだから虹ーに凝っちゃってる。すみません。虹ばっかりやってますが。すごい溶けちゃっすたごね。い溶けてきた。止めた方がいい。こんな感じで。ね、ちょっとお家を描いてみようかな。お家を、そっちから見えるように描きます。ね。赤い屋根かな。赤い屋根。で、ちょっとこう、蜜ろうのいい匂いがします。あ、そうそう。甘い感じの。この持ったところでももう自然な天然のものなので、ちょっと甘いいい香りがしてきますね。
それもなんか書きたいという気持ちを余計に、助長しますよね。ですからやっぱ天然のものって大事です。で、こういう感じふで。わんとした感じで、まだ今乾ききってないそうそう。感じがしますが、だかちょっら、と置いとくと乾くの置いかとしいた方がいいかもしれませんが、ら。このホットプレート一回、怖いので、片ここち付けゃまんとす。やるときはちょっとガードに十しな分い気をとつけね。て、こうやっ十分気夢中になるとつい手がやけどしちゃう。そして、まあ、これが溶かし絵。アイロンプリント、溶かし絵とも言います。技法ですね。で、さっき飛ばした、アイロンプリントじゃなくて、溶かし絵溶をか今やっし絵をて、今やって、やっそして、ていよいよアイロンよいプリよント。アイロンプリンそれトで思を。い出したんだけど、これもアイロンプリントに使えます。2つやり方があるんですよ。で、アイロン温まってるかな。温まってる、温まってる。これが この今作った溶かし絵、これでもいいけど、こっちの方がいいな。これをこの白い布に、あ、見えるかな？これも光っちゃって見えないかもしれませんが、このまま逆さにして、を布の上に布の上にこうやって当てて、アイロンか上ける。からアイロンを当てる。これ今トレーシングペーパーに溶かし絵で描いた、にアイロン当ててるんですけど、ほら、こういうふうに映ってますね。T シャツとかエコバッグとかそういうのにこれができるわけです。で、じゃもうあ、つまりこれは染み染み込んで込んでる状の態で、なの。洗ってもそう簡単には取れない状態ですね、これは。楽しもし。い。いいね。ちょっとした子供たちと工作するときとかね。で、もう一自つの分のや絵りをそ方のまは、ま残す。もう一つのやり方は、ここにまず絵を描いちゃうのね。もういいきなりね。描いちゃ布の方に何か。う。そうそこれう。を描くとどういう感じになるのまあ、例えばですね、かしら。結この構布にもしっかり色がつ色がね、つきます。ちょっとこうね、伸ばしながらやったりとかしなきゃいけないから。手で押さえながらだけど、こういうふうに書いといて、で、何色にしようかな。魚を描こうかなって思って。魚が海の上にいるっていうのも変ですが。アイロンプリントのやり方その2。こんなふうに魚を描いといて、見えるかな？ 魚さんに見えるでしょうか？背びれ。お店でも布にかけますかって聞かれたこああ、とがあっそうたんですけど、ほとんど紙の発色と同じぐらい綺麗に布にも発色してくれますね。これ太陽ね。わかる。これこんなふうに今書いてみたんだけど、はい。これをですね、布に定着させる方法は、さっきのアイロンで、このままやるとアイロンがペタッとなっちゃうので、ついちゃうんですね。ティッシュを1枚置くだけです。ティッシュを置くだけ。こうやって、で、その上からアイロンをこすれば、これでいいです。もう定着し着ていしちゃくうと、よと。まあ、洗ってもそう簡単そう。には落ちなくななりりまます。す。
まあ、このアイロンの作業をね、大人がやってあげてください。はい、こんな感じでうまく定着したかな、布に。はい、じゃん。裏もちょっと映ってるけど、こんな感じです。オリジナルオハリンジカナルチ。の、まあ、ハンカチとか、エコバッグとか、ね、T シャツと T かシャね。ツとか、こんな風にオリジナルで絵が描けちゃうよっていうのも楽しいわけですよできね。る。はい。結構たくさん技法を紹介しましたね。はい。今のが、まあ、アイロンプリントってやつですね。こういうストックマーの、製品を買っていただくと、一応画法がいくつかは載ってます。で、それ以外に、60円プラス税だったかな、今の値段で見ると。まあ、この2020年8月現在ですが、これにはですね、もうちょっと詳しく、3つだけ、スクラッチ引っかき技法、それから、重ね塗り技法ですね、1番にやったやつ、それから溶かし絵技法、ホットプレートの上でやったの、この3つがもうちょっと詳しく載ってますね。これが溶かし絵で描いた絵です。これは重ね塗りで描いた下ですね。それから引っかき画法で魚映ってるかな、皆さんの画像に。こんな風に載ってるので、まあこれをストックマーの、クレヨン買って、これも一緒に買うっていうのも手ですね。はい。まあそんな感じで、まあこの特徴の一つがですね、こういう、絵がです、色の配色がですね、ゲーテの色彩論に基づいた色構成になっているよっていうのもね、ドイツ人らしいんだけど、いわゆる近代で美術で習う、赤青黄色の三原色の周りにこうね、いくつかその中間の色で全部で何色あってみたいな、あれとまたちょっと違うんだよね、このゲーテの色彩論っていうのがね。でもその見た感じでわって思うような、割とね、青系とか茶系とかがすごいたくさんこう細かく分かれているっていうのもそう特徴ですなんだね、けすど、ごく色のバリエーはい、ションが。まあそういうので構成されてるよということで、まあストックマーの絵の具が、特徴がそういうふうになっているということをお分かりいただけたでしょうかね。一応ですね、百鳥盛りのさっきの絵を描けないんだけどっていう人に対して、まあこういうクレヨンで大人も描いてみてね、楽しそうに描くと子供も一緒になって描くよっていう話とか、あとこういった、構成遊びを一緒に遊んでみましょうよと。構成遊びしてると、まあここに、まあ、絵を作るわけですよね。丸三角四角というもので。それで前にもこの話したんだけど、この足とこの三角の帽子は同じ面積なんです。で、それはどうしてわかるかというと、例えば胴体の上に乗せるとこれが半分。これ乗せられないんで、手が2本と同じだから、手を横にして乗せるとやっぱり同じ面積。つまり、この足とこの三角は同じ面積だっていうのもね、遊んでる時になんとなくこう体験できてるわけですよ。もうそれを教える必要はないんだと思うけどね。ですから、この丸三角四角っていうのは、絵を描く上でもすごく基本だし、2歳の子が例えばこの胴体がない絵を描くんだけど、だからこういう構成遊びの中でも、顔からいきなり手とか足が出てきちゃうような絵を描いて、ここでもそういうことをやるんだけど、そのうちに、あ、ここには、
胴体があるんだっていうのもね、こう分かってくるわけですよ。あと空間認識ね、そういうものもこういう構成遊びしやすいということで、でいろいろ平面構成遊びあるんだけど、なんだっけ、パターンブロックとかモザイクブロックみたいなのは割とこう具象よりも抽象的な模様ができやすいんですよね。でそれに対してこのマグネットセットのマグネット遊びだと、まあ具体的な人とか家とか自動車とか動物とか、その具象ができやすいっていうんで、こういうのも一緒に遊ぶといいよっていうことになると思うので、同時にこういうのも、おすすめしています。特にお絵描きが苦手な大人も多いのでね、そういう方にも、構成遊びからやるっていうのも、はい、1コマのものだと、本当に色をこう出していくだけでも、心地いいというかね、はい、さっきの虹なんか描いてるだけでもすごく楽しいので、そういう楽しみを味わっていただきたいなと思います。それで、まあ、あとですね、これちょっと見本にしてるスティックタイプのクレヨンなんだけど、どうもこのブロックタイプはね、説明しないとやっぱり良さが分かってもらえなくて、まあやっぱり鉛筆タイプのものがいいなって思う人もいるので、まあこのストックマのスティッククレヨンを、まあ、幼児期に与えても絶対悪いということはないし、それから同じくですね、まあ、リラっていう会社でこういうクレヨンに近い感触の鉛筆も売られていますので、どうしてもこのブロックタイプは苦手というか、とっつきが悪いなって思ってる人は、まあ、これも、クレヨンのような書き心地で鉛筆になってて、しかもこれね、持ちやすさが、鉛筆持ちがまだできない子もね、これを持ってるうちにね、できちゃいましたっていう、感じで、鉛筆持ちを覚えられるようなこうくぼみとかもあるので、これはこれでいいものですのでね、これもまあそういう方にお勧めしてます。まあ今までもう鉛筆とか持たしちゃったよ、マジックとか持たしちゃったんだけどっていう人にも今日説明したこのシトクマのクレヨンはぜひ今からでも遅くありませんので楽しいので、持ってもらいたいし、いやこれからなんだけどっていう人も別にこれだけじゃなくて他のも持っても構わないとは思うんだけど、でもできればこれはやっぱり本当に、体験してほしいなと思いますのでね、そんな風に理解ください、たまに大人の方でね、画材としてというか、画学生が買ってくるんだよねこのストックマンは。やっぱりこう芸術家にも、受けているというか、評判がいいというか、評価されているものですね。もちろん安全性という意味でもね、そうですね、評価されているので、まあ、万が一口に入っちゃっても安心ですのでね、ヨーロッパのね、厳しい食品基準、はい、日本でも食品検査は通してるけど、もうヨーロッパですごい厳しい食品検査も受けて日本に入ってきているので、本当に安心できると思いますね。蜜蝋自体にすごく抗菌性があるので、自然の防腐剤というか、防腐剤は入ってないんですけど、それで、まあ、お子さんにも安心して使ってもらえるんだけど、自然の抗菌作用があるので、そうですね、今後かなり評価されていますね。今話題になっている地球環境にも優しいところもなと思います。はい、今日はかなり質問が来てる。質問来てる。その前に思い出したんだけど、はい、こういうセットに入ってない老血染め用のシトクマのスティックタイプのクレヨンも売られてて、これは老血染めで使えるんだけど、最初に白い画用紙にこれでお花とか描いておいて、そこに水彩絵の具を描くとこれが浮き出て見える。そういうのも絵を楽しむ楽しみ方の一つだと思う。
子供と一緒にやってあげたいですよね。面白かった。質問どうですか。はい、ちょっとありがとうございます。たくさん質問をいただきました。一コマはこんなこともできるとは知りませんでした。親子でいろいろ楽しめますねというコメントと、はい、とても楽しいです。アイロンプリントは画用紙に普通に描いたものでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もちろんトレーシングペーパーに描いたものでやりましたが、アイロン、トレーシングペーパーで、なんだっけ、最初に、この、なんつったっけね、これ。ホットプレートのこと。ホットプレート。で、書いて、トレーシングペーパーで逆さにして写したんだよね、アイロンでね。はい。で、この画用紙でもいいですかと。いけます。いけます。はい。はい、それから、その時のアイロンの温度っていうことだったんですけど、アイロンの温度は基本シューとコーの間ぐらい、うん、一番高いとちょっと熱すぎるかなっていう感じなんで、うん、ちょっと控えめに、うん、でも低めだとなかなか定着できないので、うん、まあ、あくまでも大人が、危ない、子供は危ないので ね、やってあげてください。たまにうっかりして髪が焦げていたりすることがありますから、十分に気をつけてください。はい、いつか購入したいと思ってますが、今息子さんが1歳7ヶ月ですって。何色入りがおすすめですか。そうですね、またブロックタイプよりはスティックタイプがいいですかねって。これもしかしたらちょっと先ほど最初の頃にその話をもう、はい、したんですけど、はい、もう一回すると、まあ最初に出会うには折れにくいブロックタイプ、まだ鉛筆持ちができないぐらいの子でもこう握って書いてっていうのができるので、まあ、ブロックタイプがおすすめですよっていうことですね。で、スティックだとどうしても折れちゃうんですね。力加減が、ね、はい、難しかったりします。でもスティックタイプが間違いではないんだけどね、うん、別にそれはそれでいいんだけどこっちの方がより色を楽しむということも、うん、できるので、ブロックタイプがいいかなと思います。そして何色入りかっていうのがですね、ちょっと試したいっていうこともあるので、圧倒的に実はこの8色入りが売れてはいるんだけど、うん、私のおすすめはこの12色です。うん、12色買うと日本仕様なんですね、これが、うん、グレーとかピンクが入ってて、ピンクが人気なのをさっき言い忘れたんだけど、うん、肌色がないので、このゲートの配色の中に、うん、ピンクに少しオレンジとか少し茶色とか混ぜるとほぼ肌色になっちゃう、うん、まあそのままもう肌色として使っちゃう子もいるんだけど、ね、ヨーロッパ行くとよりね、いろんな人種の方がいるので、うん、混ぜて色を作るっていうのがいいと思うんですよ。日本でももう最近ね、外国の方が増えてきたので、そういう使い方がしやすくなると思いますね、このピンクが入ると、うん、なので12色で、一番いいかなと思うんだけど、大人がもうこの絵、クレヨンで描きたい、絵が描きたいっていう方は24色とか32色とか進めます。それで子供、幼児期はまあ12色ぐらいにしといて、小学校へ入ってスティックをやっぱり買おうっていう時にちょっと多めの16色とか24色、木箱どこ置いたっけなとか、木箱でね、これうちの子が使ったものが、これが24色木箱入りでね、はい、で、あるいは今は32色っていう金とか銀も入ってる、こういうのもちょっと一番今入ってる。でもまあここまでは必要ないような気がしますが、ちょっとですね、スティックタイプの32色なんですが、こっちは今たまたまこの時点では在庫があります。スティックの方が、まあ小学校入ってから大人も楽しもうっていう時は多めで楽しいような気はするんですけどね。どうでしょうか。そんな風に考えてください。それからお絵描きや
8色管持っていますが活用しきれてなかったので早速子どもたちとスクラッチやアイロンプリンターやってみました。いいですね。ぜひやってみてください。ぜひぜひ。お絵かきは何歳頃から楽しめますか？ 1 歳になったばかりだと早いでしょうか？まあ、基本的に1歳半とか2歳ぐらいからぼちぼちいけるような気がしますが、要は子供はさておいて、大人がいつも横で楽しそうに絵を描いているっていう そこが大事なので、最初は。仕立てみたいどうぞな。真似しようとするんだよね。だから描いたふりしてるだけかもしれないけど、必ず近づいてくるので、環境としてこういうものを置いといてあげていいんじゃないかな、それが。はい。6歳の子さんがいるそうですほいほい。が、普通に鉛筆を使いこなす子供でもブロックタイプのあ、クレヨンを楽しめますか？というやっぱり発色がいい、透明感がある、重ね塗りもできる。そういうことで言うと、この非常にクオリティの高いもの、ストックマンのクレヨンはいいと思います。ぜひと思いますけどね。で、小学校入るとクレヨン持ってきなさいって今言ってんのかな。もし言ってても言ってなくても、まあ、学校へ持っていく時もこのそろそろそれはスティックタイプになるんだけど、いいと思いますね。最低限の色はやっぱこの12色で大体揃っています。その時も、まあ、もちろんもっと多いものを持たせてもいいです。昨日行ったのにまた行きたくなりましたっていうのをうちの百姓マリの お身に客来てさん、いただいたんですね。あありりががととううごござざいいます。おもちゃ選びを親がするものとのアドバイスがとても心に残りました。マグネット遊びは何歳からできますか？また持ち運びはできますか？ということですね。先こほのどマ紹グ介ネッしトた。は小と大がありますので、で実際にこんだけ入ってますのでね。で、小さい頃、まあ、2歳でももうそろそろいけるんだけど、小さいうちは小さいパーツは誤飲の可能性があるのでやめといて、覗いといて、大きいパーツだけで最初遊んだらいいと思います。あるいは近くにね、下の子がいるとか そういう時のためにちょっと誤飲を防ぐために大きいパーツだけで最初遊ばせるといいので、まあ2歳とか2歳半になればもう十分いけますね。はい。で、台ももちろん OK で、小学生になってもこれは遊びます。ですから丸三角四角とかいうのは基本なので、で数学的な、そういう構成力ということにもつながるので、これはこれで遊んでいられたらいいんじゃないかと思いますね。小ぐらいのサイズだとちょっと持ち運びうん、できるかな。マそうグでネッすトね。なんでちょっと重たいは重たいんですけ一ど、応重たい。木とマグネットの組み合わせなの旅で。行用でもう完全に缶入りっていうのもありまマすグね。ネットジュニアだったかな。そ流行れりみもたいと思いいいと思まいす。ます。はい。ライブ見ながらステンシルの上に折り紙を置いて、あ、ブロックタイプで塗ったら綺麗に絵が出てきました。やっ簡た。単で楽しいというコメントいただきました。あれだね。アイディアスの、テンシルだね。なはい。るほど。そんな感じそんでなすとかころで。ね。今日たくさんいいアイデアもいっコぱいメ出ンて嬉トしいいたな。だきました。はい。まあ、とにかく、絵を描くのを教えるっていうことは、まあ、描き方の教えるっていうことですが、それはやっぱ言葉の意味がちゃんとわかる小学生からだと思うんで、それまではこういういろんな技法を親と一緒にやって、楽しい、絵を描くって楽しいんだなっていう、その体験が小学校につながると思うんですよね。で、遊びってセラピーなんですよね。すべての遊びはもう問題を解決してくれる能力がもうそこに、遊びの中に備わっている。この絵を描くっていうこともその一つだと思うので、最近早く文字を教えちゃうなんていう、方とかね、もういるんだけど、教えたくなる気持ちもね、わかりますしね。だけど勝手にね、どんどん子供って覚えちゃったりもするんですけど。でも、その前にやっぱり絵を描くっ
ていうことの楽しさを教えたいですよね、その子にね、体験してもらいたいなと思います。その方が結果的には、最近よく言う非認知力みたいなね、そういうものがついて、大人になってからそれが力を発揮してバランスのいい大人になってくれるような気がするので、ぜひ絵を描くか文字よりも先だよというのでやってほしいと思います。すごくね、ストックマンの、クレヨンは色もよく、また匂いとかもいい匂いで、そうですね、絵を楽しいと思える体験ができるのではないかと思います。はい、はい、百鳥丸のおすすめの画材を今日は紹介させていただきました。はい、今日紹介したものはすべて百鳥丸のホームページからもご注文いただけますし、もちろん店頭にもいつも在庫してますので、またちょっと実物が見たい方はお店に遊びに来てください。保育園さんがもし聞いてるとしたら、はい、これ、ね、12本入って、ワンセットになってる単色で買える、同じ色が12色あるので、1ダース入ってる、はい、これを例えばこの12色分の色を12個ずつ揃えたりして、こう子どもたちのテーブルに、置いといて、短くなったら新しいのまた補充してあげてみたいにやっていくと、保育園さんはそういうふうな使い方がいいと思います ね、この容器で買うよりはね、はい、3色で、12本入りがあります。それが、まあ、少しお得になりますので、保育園の子供の子なんかはこういう買い方もできます、はい、これ全部赤が入っちゃうんだけど、こんな風になってますから、はいはい、ということで今日はいかがでしたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとうございました。はい、ちょっと質問また、質問なんでしょう。3歳半でストックマンのブロック12色を持っているのですが、あんまり興味を示せません。声かけを始めるには何から始めたらよいでしょうか。ということですね。まあ、ホットプレートで描くって溶かし絵あれやると楽しいあれ本当気持ちがいいので、本当気をつけてね、やけどしないようにガードしといてあげて、それを一回体験させるといいと思いますもう大人もびっくりなんです、はい、ぜひ一緒にやって、ちょっとそれをもしよかったら手持ちのブロッククレヨンでやってみてください、はい、それで出来上がったものを窓辺にか、窓飾りにしちゃうと、なんか自分の作品がいつまでも飾っといてもらえるってすごく嬉しいです、はい、ステンドグラスみたいなね、綺麗なんで、はい、という感じです。ということで、はい、じゃあ今日は今日も見てくださってありがとうございます。